かくしてモンキー D ・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。アルバーナを攻め落とせ。反乱は始まっちゃった。海軍も来てるみたい。状況は最悪ね。だけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ、諦めの悪さなら。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。ビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。うん、ありがとうみんな。わかってると思うが、この戦場には例の変身野郎がいる。いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな。わかったわ。あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。兵隊が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育む。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしだが、別れ際彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいな。あビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。
少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちは円陣を組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。お前がどこの誰だろうと俺はお前を超えていく。ゴムゴムのデザート、ストーム、ラスパーナ。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は、麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに、船は無事だと連絡が入る。その相手は、敵として戦ったミスター2、ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう、オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビはクロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてなら罰がいい。なんで、海賊だろ。
でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲間。バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠づけたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。出航。ロビンを仲間に加え、グランドラインを進むルフィたちだが、ログポースが空を示すという事態に直面する。空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中、大型ルーキーと称される海賊ハイエナのベラミーと遭遇する。空に島があるって？一体いつの時代の人間だよ。いいか、海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。ベラミーから売られた喧嘩をあえて買わず、嘲笑や暴力に耐えたルフィたちは謎の海賊と出会う。空島はあるぜ。海賊が夢を見る時代が終わるって？え？おい！ぜははははは！人の夢は終わらねえ！笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の道からねえ喧嘩もあるもんだ。その後、空島へ向かう手がかりを得たルフィたちは、立ちはだかったベラミーを倒し、空島スカイピアへと到達した。空島での冒険を終え、深く損傷したゴーイングメリー号、一味はその修理をするため腕利きの船大工を求めて海を進む。その途中、突如ルフィたちの前に現れた海軍大将青木地と交戦。一味は全く歯が立たず、その力の差を思い知らされる。お前たちはこの先ニコロビンを必ず持て余す。ニコロビンという女の生まれついた星の凶暴性を背負いきれなくなる。ロビンについて不吉な忠告を残した青木地は、一味を捕らえることなく去っていった。その一件の後、一味を乗せグランドラインを進むゴーイングメリー号の眼前に目的地ウォーターセブンが姿を見せる。船大工たちからメリー号修理の査定を受けるべく、ルフィたちは造船会社ガレーラカンパニーへと向かう。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか？違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間をお前はこんなところで見殺しにする気か？じゃあお前に判断できんのかよ。
お前は船大工じゃねえだろ、ゾップ。ああ、そうだ、それがどうした。絶対に俺は見捨てねえぞ、小牧野よ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何言ったって意見は変えねえ。いいか、ルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ、お前。ルフィ、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船に。バカ野郎が、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろ。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいい。メリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ。俺はこの一味をやめる。確かにその船は船長であるお前のもんだ。だから俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー・ディ・ルフィー、俺と決闘しろ。もらったぞ、お前の衝撃インパクト。どうだ、チキシュゴムゴムの。メリー号はお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。ニコ・ロビン、もう一度お前に会いたかった。お前が世界を滅ぼす前に。今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人。世界で唯一古代兵器を復活させれる存在がお前だ。なぜあなたがポーネグリフの存在を。それに兵器のことまで。俺は古代兵器プルトンの設計図を持っている。
そんなことも知らずに奴らに協力しているとは呆れたな。あなたは私の何を知っているの？世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたか。それほど嫌う政府に、じゃあなぜ加担する？すべてを捨てても叶えたい願いがあるからよ。願い？お前の願いってのは？私を除く麦わらの一味の6人が無事にこの島を出港すること。そのためなら兵器も呼び起こし、世界がどうなろうと構われってのか？構わない。負けたってのか。おお、ロビン、よかった、まだそこにいたのか。帰って。私はもうあなたたちの顔も見たくないのに、どうして助けに来たりするの？私がいつそうしてと頼んだの？私はもう知りたいのよ。麦わらの一味が内部崩壊を始めやがったか。こりゃ面白い。ロビン、死ぬなんて何言ってんだお前。あのな、ロビン、俺たちもうここまで来ちまったから、頼むからよロビン。死ぬとかなんとか言っても構わねえからよ。そういうことはお前、俺たちのそばで言え。そうだぞロビンちゃん。ロビン、帰ってこい。あとは俺たちに任せろ。姿を現したロビンは、やっと出会えた仲間を守るため自らの死を望んでいた。ルフィたちの必死の呼びかけを嘲笑うスパンダムは、世界政府の強大さを誇示。あこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターゴールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？バスターコールとは、多数の軍艦によって島一つを地図から消すほどの大規模攻撃である。それはロビンの過去に暗い影を落としていた。20年前、ロビンの故郷オハラがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、研究とは無関係の島民をも巻き込むバスターコールを発動する。その結果、オハラの存在は跡形もなく消え去り、幼いロビンはただ一人、政府の所業に疑問を抱いた青記事によって見逃されて生き残った。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。ロビンの決意は固く、あくまで一味の助けを拒もうとする。増長したスパンダムは司法の塔の屋上にはためくある旗を指さす。あのバッジを見ろ海賊ども。
あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。この女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。狙撃キング、ん、あの旗打ち抜け。了解。必殺。ファイアーバードスター。やりやがった海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。行きたいと言え。ロビン、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は行きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ。必ず助ける。よく来た。あ、箱のやつ。ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えはしない。もう二度とない。はっ、六王眼。お前何やってんだよ。起きろ。ゾップ、お前来てたのか。勘違いすんじゃねえぞ。俺はロビンを助けるためにここへ来たんだ。お前の顔なんか見に来たわけじゃねえ。おいこら、CP9 のボスネコ。さあ、俺様が相手してやる。かかってこい。おい、やめろ。バカか、やめろ。ウソップ殺されるぞ。黙れ。じゃあ死に損ないのお前に何かできるってのか。こいつは俺がぶっ飛ばすんだ。だったらすぐに立てよ。ここが地獄じゃあるべし。お前が死にそうな顔すんだよ。やって、みんなで一緒に帰るぞ、ルーティー。頑張りますな。はっ、ゴムゴムの。
隊。決闘。カタリア。バスターコールの砲撃が激しさを増し、海軍の増援も押し寄せる中、絶体絶命の一味を助けたのはもう一人の仲間だった。迎えに来たよメリー。ゴーイングメリー号に乗り無事帰還を果たした一味だが、すでに限界を迎えていたゴーイングメリー号はその直後に大破してしまう。なんとか修理してくれと頼むルフィをアイスバーグは諭す。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか遠に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。アイスバーグの言葉を受け入れ、ゴーイングメリー号の最後を静かに見届ける一部。ルフィたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出す。ゴーイングメリー号か、いい船だな。行くぞグランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。そして再び不思議な声が響き渡る。ごめんね、もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね、ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞメリー。俺火事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ、帆も破ったことあるしよ、ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。海賊船ゴーイングメリー号は一味への感謝とともに海底へと沈んでいった。メリー。フランキーを仲間に加え、海軍の追撃をかいくぐり新しい船に乗り込んだ麦わらの一味だが、そこにウソップの姿はなかった。やがて船は出航し、ウォーターセブンの町は小さくなっていく。その時船を追って一人の男が現れた。ごめん、意地張ってごめん、俺が悪かった。今さらみっともないんだけど、俺一味をやめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえだろ。ダメかな、頼むからよ。お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れ。
サニー号から伸びたルフィの腕がウソップをつかみ船に引っ張り上げる。ようやく全員が揃い、一味は歓喜に沸き立つのだった。サウザンドサニー号、過酷なる千の海を太陽のように陽気に越えていく船。アイスバーグが提案した船の名前を気に入った一味は本格的に船を出す。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウードバースト。クウードバーストによって一気にガープたちの砲撃から抜けた麦わらの一味はサニー号と共に新たな航海に突き進む。メリー号にできて、この船にできないことは何一つない。だが、あの船の勇敢な魂はこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。おまさか。湾内、海底に影が。モビーディック号が来た。白ひげ。えららららら、何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うららららら、らちょっと待ってな、エース。親父。勢力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。ゲララ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 。あらら。度胸だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら、救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。あの麦わらボーイ、岩ちゃん、離せ、おっさん。俺は、こいつはもう十分やった。手当てを。あ、はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無残、そういうバカは好きだぜ。こんな時に親父が、弟は、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。うわぁ、クソったれ。ウルトシナミは越えられんか。
白ひげ。海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくばわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。いやだ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なす。貴様も人の親だ、ガーブ。戦国のルフィ、お前も死刑に値する。兄弟ともに私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船。処刑台が崩れる。落ちるぞ。撃て。手前ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エースー。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。